こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はたまにやってくるまったりだらだらカメラのお話動画のコーナーでございまして、私結構前に、皆さんのおかげでチャンネル登録者数が50万人を突破しまして、本当にありがとうございますということなんですけれども、その際に私を担当してくれてます吉本の社員さんから、ハイジーさん50万人おめでとうございますと、でなんか、ご褒美が欲しかったらなんかできますけどどうしましょうかって言ってもらって、僕は素直にもその時の気持ちとして、いいカメラが欲しいです、今使ってるカメラだと 60p とかにも対応してないですし、いいやつが欲しいですって言って、そうですかって言ってもらって、二人で電気屋さんに行って、店員さんにいろんな話を聞いてて、店員さんが言うにはもう私はどう考えても GH5 がベストだと思いますって言ってくれて、それを見たところ20万円くらいしたんですよ。で、僕は社員さんの顔をちらっと見たら、いいですよっていう感じだったので、あれ20万円いいのって思って、ドキドキしながら、じゃあ僕もこれがいいですよっていう感じで、二人でなんか、おーいいですよ、あ、じゃあ僕もいいですよっていう、なんか変なテンションになりながら、大丈夫かななんて思いながら、その日は終わって、そっからしばらく何の音沙汰もないの、なかったので、僕の中ではさすがに20万円のカメラいいですよのわけないですよって思って、もう自分の中で納得して、今使っているこのカメラ、ソニーの FDR-AX60 を買ったんですよ。これに関して、僕画質に関しては全然問題ないんじゃって気に入ってたんですけれども、まあ音質の問題とかがいろいろあって、いろんなことがあって結局ダメだったんですけれども、そしたら急に昨日僕がある用事で本社に行った時に、今日カメラお渡しできますって言ってくれて、これを渡してくれたの、本社で。マジかって思って持って帰ってきてる。今はもうチャンネル登録者数55万人超えてますが、皆さん本当にありがとうございます。ですが、この中に本当に GH5 が入ってんのかっていうことをついつい疑っちゃう気持ちはありますよね。一応こちらなんですけれども、一応こちらね、もう早くもバッテリーも、予備のやつ、旅動画用にもう一本バッテリーも買ってくれてて、すごいことになってるんです。でも開けちゃいますが、よいしょ、本当に入ってる、本当に入ってる、パナソニック DCGH5M って書いてあります。かっこいいね、箱もなんかもう。で、これ本体、本体入ってる。ほんでこっちの部屋には、はい、充電のやつとかコードケーブル的なやつ、あ、でバッテリーチャージャーも、あ、でバッテリーも1個あったりとか、まあ、いろんな黒いやつがいっぱい入ってます。全部黒いですね。レンズもしっかり入ってる、レンズ付きのやつだ。ああららららららら、らかっこいい、こうなります。GH5 出ました。ちょっと待ってよ。はい。あ、一回通して、一回通して。あ、はい、危ない、危ない、危ない。はい。着いた。聞いた？今の音、今の音聞いた？行くよ。はい。今の音です。キャップ取ったらどうなる？おー、もうなんか映そうとしてる。めちゃめちゃピンボケしてるけど、何？何？何があった？これ回すの、あ、回せば。ちょっとじゃあ撮ってみますね。待ってね。はい、今 GH5 で撮ってます。すでに撮ってますよ。はい、こう来て、じゃあここのやつを撮るときにどうでしょうか。こんな感じになります。ちなみにじゃあさっきまで使ってたソニーのカメラに戻しますね。これがソニーのカメラの画質と音質です。違いはあったりしますでしょうか。ちなみにまあこれはビデオカメラなので、そこまで背景ボケとかっていう感じじゃないはずなんですけれども、一応あるにはあるよっていうイメージだと僕は思ってます。で、全体的にピントが合ってくれて使いやすいし、映像も綺麗かなって思ってたんですけれども、どうでしょうか？どうでしょうか？
こんな感じになります。FDR-AX60 に戻ってきまして、一応この紐をつけてみました。で、この FDR-AX60 の映像から、こちらの GH5 に移してみたいと思います。せーの。はい、いかがでしょうか。画角とかは変わったりしてんのかな。もしかしたら、こっちのが広い？どう？でも画質はすごくいいはずだから、こうさ、こうパッてやって、ピントが合った時の背景ボケしてるハイジとか、すごくやっぱこれまでとは違う映像にはなるかと思います。手ブレとかはどうなのかな？手ブレ補正とかは。こうして今すごい手を上下させてますが、あまり手ブレしないとは聞いてますが、どうでしょうか？じゃあお部屋のあそこにクイッとすぐ合うのでしょうか？はい。合ってる気はしますね。はい。で、ふいっと。こうして、何時に撮影してんだってことにもなりますが、このタッチパネルのところとか、レンズとかのキャップのカバーは、今、ないから貼れないんですけれども、こういうのが入ってまして、こういう、なんていうの？吉本クリエイティブエージェンシーのシール？これピントすぐ合う？はい。この吉本クリエイティブエージェンシーのシールが、いくつかありまして、箱とか本体とか、このレンズ、付属のレンズとかに貼っといてくださいっていうことです。吉本のだから私物を、お借りしているという状況でございます。50万人記念だからって買ってもらえるわけじゃないからね。